今日もゆっくりダイエットしてますか藤田です。今回は手を揉むだけで痩せながら抜け毛、薄毛まで改善する方法を紹介します。実は手に溜まった老廃物が太る原因になるって知ってましたか手首から先は老廃物が溜まりやすいんです。末端に老廃物が溜まったままでいると全身に栄養素が運ばれないんです。そのままにしておくと抜け毛や薄毛の要因にもなるんです。なので今回は手に溜まった老廃物をしっかり流すことで 全身に健康な栄養を与えて爆痩せする方法早速やっていきましょう はいそれでは早速やっていきましょうまず今太っているのが脂肪なのかむくみなのかっていうのを簡単にチェックしていきましょうまず手の付け根ありますよね手の付け根の部分を親指でぐーっと押してみてくださいこの押した部分にへこみができたらむくみで太っているということになりますどうしても体重が増えると食べ過ぎかなと思ってしまいがちなんですが体の水分量が増えることに よってむくんでしまって体重が増えている場合もあるんですこのむくみの場合でも短期間で3キロ以上も体重が増える場合もありますから体重が増えている原因が脂肪なのかむくみなのかっていうのをしっかりと見極めることも大切です実際にこれからやる方法を継続して2ヶ月で11キロ痩せた人もいますから少しでもここが凹むよっていう方は手のリンパマッサージ一緒にやっていきましょう それでは今からやっていくんですが、やる前の注意点を簡単に5つ紹介をしておきます。1つ目、病気や怪我がある場合、体調が悪い時には行わないようにしましょう。2つ目、食後2時間以内やお酒を飲んだ後は控えましょう。3つ目、皮膚に傷や指針がある場合は避けましょう。4つ目、強くしすぎないようにしましょう。5つ目、マッサージをしてもむくみが改善しない場合は病院を受診してください。それでは早速やっていきましょう。 まず一つ目する方法は手首の付け根を押す方法になります。ここがリンパの中心になります。ここは大きな血管が通っている手の骨の集団があります。その集団が手根管と言われて血管が通る道を作っています。なのでここの動きが悪かったりとか詰まってしまうと手がむくんでしまう。で手がむくんでしまうと末端に老廃物が溜まったままになりますから全身にうまく血流がます。 が流れていきませんただ僕たちの日常生活の中で料理をしたりとか洗濯物を干す家事動作の時にはこの付け根の部分よく使いますからどうしてもむくみが発生しやすいんですなので具体的な方法はこの手の付け根の部分をぐーっと押していく方法をやっていきますそれもこの方法は左手を中心にしていきますこれは右と左ではリンパの流れる流れが違います 右は右上半身左は左上半身と下半身につながってきますから左手を中心にやる方が効率がいいですなので今回は左手を中心にやっていきましょうまず一つ目やっていくのはここの付け根をぐーっと押して離すぐーっと押して離すこれをやっていきましょうぐーっと押して離すぐーっと押して離す

はい OK です続いては手をを横に流すす方法をやっていきますこの手のひらには同静脈吻合っていうものがあってこれはきれいな血液を流す動脈と老廃物がたまった静脈っていうものが合わさるところで血液の交換をしていますただ日常的にデスクワークなどでですねこう曲げることが多いとここの血流の交換っていうのがうまくいかないので具体的にやっていく方法は この左手を横に横に横に4分割ほどしていただいてマッサージをしていく方法をやっていきましょう横に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 そうです上手です横に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 ,横に,横に親指側から小指側に流していく これが大事になってきます。流して、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 流して。 はい、OK、です。では続いてはこの親指のリンパを流すす。方法になりますこのの親指の付け根には母子球っていう筋肉の集まりがあるんですがここは手の中でも大きな筋肉になりますから血管が集まっていますただ親指使うこと多いですよねスマホを触ったりとか他の動作をする時にこの親指はかなり使うと思いますなので知らない間に疲れが溜まっていてうまく動かないです ないいいようにななっている人が多いんですなので具体的にやっていく方法はこの手の付け根の部分から親指の先っぽに向かってこのように流していく方法を一緒にやっていきましょう流して流して流していきますそうですそうです軽く軽く無理のない範囲でしんどくならない程度にやっていきましょう流して流して いろんな方向に流していきます親指の方向少し斜め親指の方向少し斜め親指の方向少し斜め 親指の方向少し斜めはい、OK、ですでは続いては、小指のリンパを流していく方法になります。僕たちの小指っていうのは、グッと力を入れるために必要な部分なんです。だからみんなが知らない間に疲れが溜まっていることが多いんです。だから例えば、小指をグッと握ったまま手に力を入れようとすると、なかなか力が入らないと思います。なので、この小指の疲れっていうのは、年齢とともにこう 力が入らなくなる原因だったりしますなのでこの小指の部分をしっかり緩めていきます具体的な方法は片方の手をこのようにしていただいてこのまま小指を挟みます挟んで外に外に流していく方法をやっていきましょう外に外に外に流していきます外に外に2つの指で掴んで外に外に外に,外に 外外外に、に、に、老廃物が外に逃げていくようなイメージで流していきます。外に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 。はい、OK です。 ここまで来ると手が少しずつ暖かくなったと思います手のリンパの中心と手を動かすために必要な親指小指がうまく動きやすくなったと思いますでは続いてやっていく方法は手全体のリンパを流していく方法になりますそれは親指を中に入れてぐーっと握ってパッをしていく方法を一緒にやっていきましょう親指握ってぐーッしてパッ親指握って でーしてッ色が変わってるなっていうのを確認できると思いますなのでぐーっと握って白くなってから赤く戻ってくるまでしっかりぐーっと握ってばこれで血流が一気に上がってるよっていうサインになりますぐーっと握ってば赤くなってるのを確認できると思いますはい OK ですでは続いては で全体のリンパを流していく方法になるんですが先ほどは曲げていきましたよね続いては伸ばしていく方法になりますなのでどこかに手をついていただいてこのように伸ばしていただいてもいいですしもう片方の手で掴んでぐーっと伸ばす方法でも大丈夫ですこの指の先っていうのをしっかり伸ばしていって末端まで血流を流していきましょうこれを一緒にやっていきますはい ぐーっと伸ばしてパッこれも赤くなってくるのを確認できると思いますぐーっと伸ばしてパッ白から赤くなってくるどこかにつけた場合はぐーっと反らしてパッこれも赤くなってくるのを確認できると思いますぐーっと伸ばしてパッぐーっと伸ばして はい、OK でーす。どうだったでしょうか一緒にできたよっていう方は高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまた明日バイバイ